チャウルの戦いは1508年にインドのチャウル港で起きたポルトガルとエジプトのマムルーク艦隊との開戦。戦いはマムルーク側の勝利で終わった。これはインド洋でのポルトガル海軍最初の敗北だった。以前はポルトガル人は主にカリカットで活動していたが、北方のグジャラートはインド洋貿易ではより重要な働きをしており、 東西貿易の重要な仲介者だった。グジャラート人は、モルッカ諸島からスパイスを中国から脇のを運び込んでいた。そして、それをエジプトとアラブに売っていた。しかし、ポルトガルは、香新料貿易の独占を企て、従来のインド用貿易を妨害して、アラブとベネツィアの利益を脅かした。ヨーロッパでのスパイス取引で、ベネツィアよりもポルトガルが、 科学的に優位に立ったので、ベネツヤはポルトガルとの外交関係を破り、インド洋のポルトガル勢力に対抗する方法を求めてエジプト宮廷に対しを派遣した。ベネツヤはポルトガルとの競争に勝つために、エジプトの関税引き下げについて交渉するとともに、ポルトガルに対抗するための迅速かつ秘密の策を提案した。カリカットの支配者であるザモリンも、 ポルトガル人に対抗するための助力を求める大使を送り込んできた。マムルーク町には海軍力はほとんどなかったため、船を建造するために国会から木材を調達する必要があった。だが、その約半分がロードス島の西洋羽根士団によって妨害されたため、スエズで建造された船は計画よりも大幅に少なくなった。エジプトに到着した木材は、その後、 ラクダに乗せられて陸上を運ばれ、ベネツィアの派遣した船大工の監督下でスエズでの造船に使われた。マムルーク艦隊は1507年2月にインド洋でのポルトガル人の拡大に対抗するためにアミール・フセインアルイコール・クルディの下でようやく出発し、ジェッタ市で手間取った後、1508年にインドのデュコに到着した。 艦隊は6隻のキャラック船と6隻のガレアス船で構成されていた。1500人の戦闘員のほか、カリカットから派遣された大使であるマイママ・マラッカーも同乗していた。艦隊は白人奴隷出身で今は、グジャラートのスルタン・マフムード・シャーの進化で、リー艦隊を指揮するマリーク・アヤースと合流した。艦隊はカリカットのザモリーンの艦隊と合流して、 その後インド沿岸のすべてのポルトガル領を襲撃して破壊することを計画していた。だが、マムルーク艦隊の来園を期待していたザモリンはすでに亡くなっていた。ポルトガル艦隊はフランシスコ・デ・アルメーダ総督の息子であるローレンソ・デ・アルメーダが指揮していた。彼の直接指揮下には数で劣る小艦隊がチャウル近くの港にいただけで、 残りのポルトガル船は攻撃船を護衛するために北の方への航海に出払っていた。マムルーク艦隊はチャウルに出撃した。ポルトガル艦隊と決着がつかないまま2日間戦った。最終的にマリク・アヤースのガレー船団が到着してポルトガル艦隊は交代した。ポルトガルの機関はアルメーダが乗ったままチャウル港の入り口で沈没した。アミール・フセインは ディーウ港に戻ったが、インド海域でこれ以上の活動を放棄し、船は行きされ、乗組員は解散した。ポルトガルは後に、ディーウ港の艦隊を攻撃し、1509年のディーウ沖の海戦で決定的な勝利をもたらした。これらの一連の戦いの後、新たにインド洋に登場したオスマン帝国による介入、1538年のディーウ行為戦が起きた。ありがとうございます。